デイリーポータル Z、デイリーポータル Z、デイリーポータル Z は、東急グループのイッツコミュニケーションズ株式会社が運営するインターネットのコンテンツ。略称は、d p z デイリー、デリポ。記事閲覧は無料。2002年10月7日に、ニフティ株式会社が運営するニフティのコンテンツとして、スタート。前に当たる、は、ニフティの 各コンテンツを紹介する文字通りのポータルサイトでそこに一部の独自記事が掲載されていたが現在では独自の特集記事などを中心としたコンテンツサイトとしての性格が強い商用サイトであるが広告などはわずかでコンテンツにも商業的な要素が非常に少ないというのも大きな特徴である開始当初はサイト名がデイリーポータルだったが二千三年一月五日に 現在の名称であるデイリーポータル Z に変更された。ウェブマスターは、自らも個人で数多くの人気サイトを生み出してきた、林雄二。サイトの発端は、トラベルニフティ、現在のアットニフティ旅行の運営を担当していた、林が上司の平岩部長、口実に原稿料を値切ったりとか、契約のやり取りするの僕嫌です。面白いことやらせてください。 と申し出て、前述のようなニフティの各コンテンツを集めたインデックスに独自記事を挟む形でのウィークリーポートル開始となり、現在ではおもやを乗っ取った格好になったという林団。2004年から3年連続で Web of ザイヤ y a にノミネートされており、2006年には部門賞が増えたこともあって、エンターテインメント部門の3位に入賞1784票。 一般投票の結果、2位のほぼ日刊糸井新聞1785票とはわずか1票差であった。同じく一般投票によるアルファブロガーアワードでは2010年度に新設されたブログメディア部門で同年度の受賞7サイトの一つに選ばれている。サイトのマスコットとして林がデザインした Z くんというオレンジ色の頭をした人型キャラクターがいる。 2017年11月1日、イベントハウス型飲食店、東京カルチャーカルチャーと共に、それまでの運営元であった、ニフティ株式会社から、東急グループのイッツコミュニケーションズ株式会社へ、事業を渡され、同日から運営を開始した。運営が変わってもドメインは1年近く、ニフティ時代の、portal.nifty.com を用いていたが、 2018年10月16日にサイトのシステムを大幅改築するとともに d a i l y p o r t a l z j p へ移行した当サイトのメインコンテンツであるライターがそれぞれの些細な気になること無駄なことを追求した記事を執筆するもので毎日11時と16時に新作が公開されるライターは当サイトの編集部に属するニフティ イッツコミュニケーションズ社員のほか、フリーのライター、イラストレーター、さらには、会社員、社長、学生、教員など、他に本業を持つ、あらゆる職種のライターが参加しており、分泌専業者だけではない幅広さを見せるのも、特徴と言える。1日に新規記事が3から4本公開されている。また19時には、過去の掲載記事の中から、 えりすぐりの一本を掲載する再放送枠も更新される。デイリーポータル開始当初は特集記事につきごとのテーマが設けられていたが、2003年3月からは原則フリーテーマとなっている。フリーテーマ移行後は曜日ごとに大まかなテーマが設けられ、チャレンジの日曜日、ひらめきの月曜日、フェティッシュの火曜日、発見の水曜日、ロマンの木曜日、知識の金曜日、 土曜ワイド工場と名付けられていた。ライターも曜日で固定され、3ヶ月ごとに曜日の入れ替えが行われていた。2017年4月より曜日テーマは撤廃され、特集記事として統一されている。現在も曜日固定で執筆するライターが多いが、口述する広告企画などの影響で、イレキュラーで掲載日が変更になる場合もある。2004年7月には、小ネタという、 1>, 1ページ読み切りのコンテンツが登場し、1日あたり、特集1本、小ネタ1、2本という構成であったが、特集との区別が曖昧になってきたことなどもあって、2006年4月に、特集と小ネタは統合された。2005年7月からは、当時のポッドキャストの流行に乗って、音声配信コンテンツの、デイリーポータル Z ラジオを開始、毎週日曜日の16時に配信されていた。 2009年10月からは金曜夜のネットラジオ制配信後に火曜日の昼の配信に移行と土曜日午後にユーストリームを使って制動画を配信するリアルタイム更新も実施された末期は日曜日16時の配信のみに戻り2018年4月をもってポッドキャスティングは一旦終了した同年5月よりアプリ レイデイリオトックを用いての音声配信がスタートした。2010年4月5日より1ページ読み切りの中ネタと2ページ以上の特集記事を月金曜は1日2回、11時16時、土日曜は1回、11時更新する構成に変更。2017年4月3日からは月金曜、不定期の18時に1ページ記事をさらにコンパクトにした。 短い記事が配信されることもある。ライターについては、サイトの方針として、本名での執筆を強く推奨しており、参考、ユニット名は自由だが、執筆者の生命が全くわからない、ペンネームは基本的に認めていないようである。そのため、当サイトでは本名、もしくは、それに近い名前を名乗っているが、自身のサイトでは、ペンネームのみで通しているライターもいる。また、 記事中に執筆者の顔写真が掲載可能であることも条件としている。執筆前記事に顔写真が必須なのではなく、必要に応じて掲載が可能であることが前提である。なお、大型連休期間中、年末年始、ゴールデンウィークや、毎年4月1日、エイプリルフール、サイト開設日の10月7日、周年記念日には、通常体制の更新を休み、 統一テーマによる記事や総集編などを組んでいる。2018年10月現在の掲載実績に基づく現在のレギュラー執筆陣は以下の通り、編集部員及びライターの掲載順位は50音順とする。デイリー道場旧小ネタ道場出身者やレギュラー連載志望者に月に1、2度執筆の機会を与えており、連載陣に参加できる場合がある。 すでに連載を終了したライターは以下の通り、なお毎日19時更新の再放送、過去の特集、こネタ記事から毎日一本掲載では使用されることがある。2005年7月7日から開始、毎週日曜日16時に MP3 形式で公開される音声配信コンテンツ、ポッドキャストとして配信されている。開始当初は、 約30分の配信で、ニフティ会議室のほか、屋外、ライターの自宅、イベント会場、イベント後のホテル部屋内での飲み会会場、取材先からの会議の寝台列車内など様々な場所で録されていた。幾度か大まかな構成、レギュラー出演陣が変わり、後には、編集部から1名が出演する以外は、出演メンバーや内容を固定化せずに配信される形式となった。 番組のテーマ曲、ジングルは石川の制作したものが使用された。幾度となく、レギュラーコーナーを、こんな企画をやってみたいという話が出て、実践はされるものの、1ヶ月以上は続いた例がなかった。また、サイト内新企画や、イベント予定なども、この番組内で最初に発表されることが多かった。2009年10月9日より、 金曜21時より、ストリーミングで2時間程度の生放送を行い、日曜日にその内容を、ポッドキャスト配信する形式へ変更。日曜日は、30分程度のダイジェスト版と、生配信と、同内容のフルサイズ版イコールロングバージョンの2種が、配信されていた。編集部の男性部員が進行し、レギュラー連載のライターをゲストに迎えるほ、ライターへの生電話インタビュー。 小ヶ谷横山が録音で出演するコーナーが実施されていた。2012年4月より昼の生ラジオ形式に移行。火曜日の12時25分55分までの30分間にて生配信し、日曜日にポッドキャストを配信していた。後には生ラジオも中断され、日曜日16時の更新時にあらかじめ録音を行ったポッドキャストが配信された。末期は 一つの企画について、3から4週にわたって配信されていた。2018年4月15日の配信をもって、ポッドキャスト配信は一旦終了となった。配信の最終回にて、約820本のアーカイブがあることが明かされた。2018年5月14日より、エキサイトの音声配信アプリ、レイリオトックを用いて、5分から12分ほどの短い、音声配信を行っている。 2008年1月27日から開始。日曜日23時に公開されて、翌朝9時には、サイトトップページの新着記事一覧から消されるのが、特徴。コンセプトは、オールナイト日本の第2部のように、若手ライターが主体となってやっていく、ポッドキャスト。本企画提案の梅田と、大北、ザンワはの二人で進行されていたが、4週目、2月17日からは、 それぞれが一人で番組を一本ずつ作り、二本の番組が同時公開されるスタイルに変更されるなど、方向性は流動的な部分も多かった。六回目、三月二日から、前半、梅田、後半、大北と、二つの番組を一つにまとめて配信する、形へと変更された。二千八年六月一日分の公開をもって、一部に、九州合併として最終回となり、 現在は、デイリーのアーカイブページからも一切リンクされていない、デイリーポータル Z ラジオ第2部のページ。2008年7月1日から2009年3月31日まで、北海道の民放 FM ラジオ局、FM ノースウェーブにて放送された、ニフティ提供のラジオ番組、CM は入らない。ナビゲーターの木が厚しと、DPZ 編集長の林が、毎回登場し、 集合体で、レギュラーライター陣が加わって、これまでに取り上げた記事などについて紹介。北海道内向け、青森県の一部地域でも受信可能の放送だが、東京で収録の上、放送されていた。2009年6月6日から2014年8月31日まで、山梨県の民放 FM ラジオ局、FM 富士のウェストサイド東京にて放送されていた。 コーナー番組土曜7時45分頃10分程度前述の木川がメイン DJ を務めるワイド番組に林が電話声出演する形式で注目記事などについて紹介していた紹介した記事や番組の音源は特設ブログで紹介するほかポッドキャスティングとしても公開されていた2008年3月10日に開始各ライターの出演制作による 動画コンテンツ。特集記事とは別個に1分程度の動画を毎日20時に1本公開している。デイリーのライター以外の者も,のも動画制作に参加しているほか、KBS 京都ヨーロッパ企画の暗い旅との連動動画、デイリーの記事のおかしな部分を紐解く、デイリーポータル Z 反省会、デイリーのライターたちが街を歩きながら知識を披露し、相手により多く、 ヘイと言わせる、ストリートヘイター、ストヘイといった企画もある。年に一回、基本的には年初め、特別企画として、長編動画が公開される。下町コメディ映画祭2017において、大北栄人が監督を務めた、プープーテレビの長編動画作品、Windows Update w a t o n がグランプリを受賞した。2005年12月20日に公開された動画コンテンツ。 特集と同等の記事として登場し、記事の取材風景や、イベントの模様を、宮城マリオによる、宮城テレビ、略して、MTV、別役例の人形アニメーションなどを収録した。その後、2006年10月からは月1回を目途に、更新されたが、2007年9月を最後に中断した。2014年に、第1回を開催。日のデイリーのように、 デイリーのライターへの登竜門として開催された。記事部門とレポート漫画部門があり、大賞を獲得したネルソン・ミズシマのほか、多くの入賞者や辞典の投稿者がデイリーでの連載を開始した。2017年には第2回を開催、記事部門とマルチメディア部門に分けて各賞が選出された。受賞式は神奈川県の宮ヶ瀬ダムにて行われた。 2015年には新人賞と同じ趣旨でバーグハンバーグバーグが運営するおもころとの共同企画として日本を面白記事大賞が開催された。毎週日曜日を基本にデイリー編集部から配信されるメールマガジン。編集部員全員が1回のメールマガをリレー形式で執筆する。発行者、配信システムの都合により配信日は前後する。 基本内容、構成は、下記の通り。携帯向けサイトは、2005年11月18日より、無料サイト、デイリーポータブル Z として開始。PC 版特集記事で評判の良かった記事を、携帯版に再編集して掲載した。週におよそ3本、1回1本ずつ記事を追加。2008年3月15日更新分より、同社の携帯向け PC サイト変換サービス。 モバクシーを使用した閲覧形式に変わり、3月22日からは毎日一本記事が追加されていた。また、便宜上、特集記事は小ネタと称されていた。その他、携帯ゲーム、携帯用壁紙などもあった。2009年9月28日午前9時より、NTT ドコモ向けの公式メニューサイトとして、デイリーポータル Z ともの会が新設、一部有料。 月額105円。加入月より課金。ソフトバンクでも2010年6月1日から、au は同年6月3日からサービスを開始した。引き続き、PC 版特集記事は無料閲覧できるほか、こちらの掲載文は携帯向けにレイアウトを書いていたもの、月から金曜に1本ずつ追加。以下すべて更新時刻は午前5時。優勝サービスとして、特集記事の舞台裏。 編集部員の取材同行期、水曜更新や、今後の掲載記事について打ち合わせた、定例会の議事録、金曜更新、携帯用壁紙、ポータブル Z とは別のもの、週1から2回、携帯用絵文字、いわゆるで込め、不定期更新を提供していた。この公式サイト開始に伴い、前述のデイリーポータブル Z は2010年6月4日で、更新を終了した。 2011年10月31日で、友の会の有料コンテンツは終了し、無料閲覧できる記事のみの更新となった。スマートフォン向けサイトは、2010年4月1日より開始、無料サイト。PC 版特集記事、PC 版より1時間遅れでの公開。2006年4月4日以降の特集記事は、スマートフォン向け変換表示。それ以前の記事は、 PC 版へのリンクと、Android OS 搭載機種向けの無料アプリケーションを公開している。2004年から2006年までは、当時、毎年夏に開催された Nifty のイベント、NiftyBB Fest に、デイリーポータル z も参加していた。特設ブースでは、それまでの特集記事で使った道具の陳列、グッズ販売が行われた。また、特設会場ではイベントが行われ、 そのイベントさえも記事として掲載された。2006年をもって Nift BB フェスタは終了した。2007年8月に東京カルチャーカルチャーがオープンしてからは、同所において随時デイリーのイベントが開催されている。また東京カルチャーカルチャー以外の場所で独自にデイリーが主催するイベントも行われている。現在行われているデイリー主催のイベントとして、 以下のようなものがある。2014年7月19日に第1回が開催され、以後不定期に開催。石川大輝が企画、担当。技術力が低いと自認する者がロボットを制作し、ロボット同士の押し相撲をベースとした競技でトーナメント戦をウイベント。競技での優勝よりも観客投票で選ばれる、最も技術力の低かった人賞の方が名誉とされている。 デイリーのイベントの枠を超え、海外の有志により、世界各国でも開催され、2016年8月には、東京にて、ヘボコンワールドチャンピオンシップが開催されるほどの人気企画となっている。2014年11月2日に、第1回が開催され、毎年ハロウィンの時期に開催。林雄二が企画、担当。一般的なハロウィンパーティーでは見られないであろう。 トンチの効いたコスプレ、仮装をして集まるいうイベント。第1回は、デイリーの編集部員、ライターによる、身内のイベントとして開催。その模様を特集した、記事、地味な仮装のハロウィンパーティーが大きな反響を集めた、ため、翌年からは、読者も交えたイベントとなった。2017年2月26日に、第1回が開催され、以後不定期に開催。 デイリーポータル Z が主催する物販イベント。デイリーをはじめとする多数のウェブメディアの編集者、ライターが出展し、同人誌やグッズを販布する。グッズではなく、北村人による似顔絵描きや、斉藤光弘による視圧などのサービスが提供されることもある。デイリーのライターが、実質的にコミックマーケットに出展したのが楽しかったため、仲間に声をかけたという。 2018年10月16日より始まった有料サービス。法日のデイリーポータル Z ともの会をリニューアルしたもので、広告企画と並ぶデイリーポータル Z の収入源である。会費は毎月税込2080円。入会すると以下の特典がある。2012年9月3日より始まった有料サービス。 前述した2009年9月から2011年10月までのサービスとは異なる。毎月税込318円の梅コースと毎月税込1 0 8 0円の松コースがある。いずれも初月は無料である。梅、松コースいずれも入会すると以下の特典がある。松コース会員には上記の他に毎月グッズが届く。なお、グッズ送付は制作費。 送料、決済手数料を合わせると1000円をしょっちゅう超えてましたという。デイリーポータル Z を励ます会への移行に伴い、2018年9月30日をもって新規入会の受付を終了。同年10月30日には友の会自体が終了した。グッズ販売はブースへ移行し、デイリーポータル Z の何か売る場所にて引き続き行われる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。